はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は GK クリニック第49回目、えー、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、まあ、視聴者のね方の褒め診断等を行いながら、えー、今後のアドバイスまでね、しっかりとやっていくという企画になりますが、はい。ということで、いつも通りやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 さあ、ということで毎回テーマ付けを行ってますが、まあ今回のテーマは優先的ポジションというところでね、まあ以前にも多分どっかでテーマにあげたと思うんですけど、まあ複数ポジションね、できる選手をまあどこで優先的に使っていくかとか、 まあそういったところですよね。まあ仕上がりの面とか含めて、まあ比較しながら、まあどこでやっぱ使っていくのか、まあどこでも使えるなっていう選手がいたりするんですよね。特にまあ、例えばボランチとか、まあセンターバックとかサイドバックとか含めていろんなね、ポジション、複数ポジション持ってる選手いるんでね。まあこういう選手たちをどこで起用していくのかとなった時に、まあ今後の補強とかね、まあどういった感じで進んでいけば、またね、いろいろローテーションしないといけないのかとか、いろいろね、まあ融通が効く場面とかもどうしてもね、まあ出てきますので、それは決してね、あのいいことなんでね。まあいいように やっぱ使っていきたいなと思った時にまあどういった思考になればいいのかとかそういったところのアドバイスを、えー、今日はちょっとうまくね言葉まとめれませんでしたけどはいやっていきたいなと思いますよろしくお願いしますということでまあじゃあ早速ね、えー、新名の方やっていきたいんですがまずですね、えー、視聴者の方の依頼時の褒め等をね見ていきましょうではこちらですはいということで今回の依頼者の方なんですが え総合力は13万3000ぐらいかな。はいでえー、守備陣の起用に悩みがあると、まあ、ここの組み合わせとかですよね。うん。で、アマテラス祭で通用するためのアドバイスというのが欲しいということで、まあ、アマテラス祭に出場した時にね、よりいい成績を残すためのというところで、結構まあ、そうなるとハードルがね、上がってくるんですけど、まあそういったところの目線で、まあ、どこがちょっとネックなのかなとか、そういったところもまあ炙り出しながらやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。 はいということで、じゃあ早速ね、えー、事前にですねこちらから、えー、依頼者の方に選手ボックスをね見させていただきまして、その中からね今回の診断に入ってきそうな選手、褒め入りしそうな選手というのを事前にね送っていただいてますので、まずねそちらの選手を皆さんとね一緒にご覧になって、えー、ご覧いただこうかなと、まあ、一緒に見ていこうかなと思いますね。はいということで、じゃあゴールキーパーからまず見ていきましょう。ではこちらです。 はいこちら、左がランゲラック選手の22シーズンフォーカスドプレーヤーで、右が後藤選手の 23FP かな、はいとなりますね。いや、違うね、22のフォーカスドプレーヤーね。はいという風な2枚になりますが、まあ、これはね、単純にまあ突さはないんですけど、まあ、スキル強化ついてる分とか、そもそものステータスのところとかを考えると、まあランゲラック選手が優勢かなという感じですね。うん ま、ここに関してはね、まあ、今後、ま、あね、更新等を含めて、ま、考えていけばいいし、まあ、そもそもこのシーズンフォーカスのラッケ・ラック選手、まだまだいけると思うんでね。まあ、ここは全然ね、まあ、センス等を含めてみると、まあ、全然まだまだいけそうなんで、まあ、ここは自信持ってね、任していけるんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ続きまして、センター枠候補の選手たち見ていきましょう。ではこちらです。はい、こちらは左から佐々木翔選手の23キャプテン。 真ん中が塩谷選手の22フォーカスドプレイヤーや。右が、えー、名古屋グランパス中谷選手の、えー、23レギュラーですね。はい。まあ、こちらが候補に入ってくるかなと思います。さあ、ということで今回ね、まあ、佐々木選手、塩谷選手あたりは、まあ今回のテーマに挙げてます、まあね、ポジションがいろいろできる選手の一人なんですけど、 まあ今回はね、センターバックがいいのかなというところで、センターバックでね、採用しようかなと思いますが、まあ突さ考えるとね、佐々木選手、塩谷選手、まあスキル強化両方持ってたりとかね、スタミナにも結構自信ありそうなんで、まあできればね、1試合とか行ってほしいぐらいですけどね、うーん、というぐらいのカードに見えるので、まあここは自信持って、まあ特に佐々木翔選手なんかはね、自信持って使っていけるんじゃないかなと。まあ塩谷選手がね、ちょっと古くなってきてるので、まあどうかなというところがありますけど、まあ使っていけるんじゃないかなと。センス等含めてね、 まあ悪くないんでね、仕上がりはね。はい。で、中谷選手がキラーであり、まあスキル強化があるので、今後なんかね、い、e、いカードとか出た時リーグ向きのカード、まあフォーカス系とかやっぱ強い選手なんでね、まあこういうところが更新できた時に、また塩谷選手とか佐々木選手を別ポジションにコンバートしていくみたいな動きとかあるかなというところで、今回ちょっとね、一緒に上げさせていただいてますが、まあ今回の起用はちょっとないと思うんですけどね、うん。まあ将来的にはそういったところも考えていける材料にはなってるかなという感じですね。はい。まあ今後のカードに期待しましょう。 はい。じゃ続きまして、サイドバック候補の選手たち見ていきましょう。ではこちらです。はい。ここは2人ですね。左、坂井宏樹選手の24キャプテンで、右がマリノス・岩田選手の22のレギュラーですね。うん。まあ、ここもね、両方のカード。まあ、特に坂井宏樹選手はね、まあ、悪くないですね。最新のカードだしね。まあ、岩田選手がちょっと古くなってるので、ここが、ま、さっきの、例えばセンターバックとかに、じゃあ、中谷選手入ってきたときに、 まあ、塩谷選手をね、右にずらしてとかになってくるので、まあ、おいおいね、ちょっと岩田選手のまあ、日本復帰がない限りは、ちょっとやっぱ新しいカード見えないんでね、まあ、誰かしらに入れ替えていきたいところでありますが、まあ、別にカードとしてはそんなに悪くはないんでね、まあ、ただちょっと古くなってる分、ちょっときつくはなってきてると思うので、まあ、ここは今後の補強点だったりとかにはなってくるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、続きまして、えー、ボランチ候補の選手たち見ていきましょう。では、こちらです。 はいこちらは3選手ですね。左が、えー、札幌時代の高峰選手のこれが22のデュエリストかな。うん、で真ん中が、えー、サッカー日本代表板倉選手のこれも22の代表かな。うん、右が、えー、同じく札幌の宮澤選手のこれが22のマーブザマッチかな、はい。という3枚になってますが。 まあ、ここもね、まあ、通ボラということであれば、二人選んでいきたいんですけど、まあ、まず高峰選手はちょっと優勢っぽいね、スキル強化あるしね、ボナセンディフェなんで、まあ、スキルもいいということでね。うん。で、あと一人となったら、まあ、スキル的にも、能力史的にも、ちょっと宮沢選手の方が魅力なのかな、という感じですよね。うん。 ただここもねちょっとカードが古く,きて古くなってきてるので、まあ、今後の補強というところは、まあ、見ていきたいところではありますが交代、まあ、とか含めてでもいいと思うけどね、うんまあ、ここに交代枠割くのは全然悪いことじゃないんで、まあ、何かしらね交代枠裂けるぐらいの選手とかが手に入ってくるとここはね更に候補になってくるかなという感じですね。うん まあ、板倉選手もね、代表カードとか返ってくるかもしれないんでね、そこの更新狙える可能性もありますし、まあね、先日というかまあ、前年度、まあ,あ、の、え代表はね、結構強かったんでね、うん。まあ、あいう感じで返ってきてくれればいいですけどね。まあ、そこだったら更新も狙えるし、まあ、そうじゃなくてもね、まあ、なんか別の現役選手とかでもいいと思うんで、まあ、なんかしらカードね、狙っていきたいですね、ここはね。はい。じゃあ、続きまして、トップ下候補の選手たち見ていきましょう。では、こちらです。 はい。ここは左が、えー、タイムスリップ中田秀俊選手の 23TS ベルマーレ。真ん中が広島時代の森島選手のスターター、これ23ですね。で、右が、えー、マテウス・サビオ選手の23ライトニングエッジとなってます。はい。ということで、ここはもうタイプがね、違うんですけど、まあ一応シュートスキルはみんな持ってるけどね。まあ左二人はまあシューターの方の毛が強いかなというところと、まあただ森島選手は結構万能型かな。パスもできるしね。 マ、まあ、サビオ選手はもう鋼の心臓とバイクとパスワー持ってるんで、まあ、これはどっちかというとパスアータイプだよね。うん。で、中田選手はもう逆にもうガンガンシュート打っていくタイプなんですけど、まあ、この中でまあ、TS ワーク避けるんだったら中田選手でいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、中田選手の仕上がりから見ると、まあ、結構相手のキーパーが硬いとちょっと通用しない気もあるので、そういう時がそういう試合が結構余ってらっしゃいとかだったら目立ちそうな気もしなくもないので、 それだったら、まあ、サビオ選手とか森島選手に変えていくみたいなのも一応ありかなとは思うんですけど、まあ、今回はね、まあ、普通にフラットに考えて、まあ、中田選手で起用していきたいと思いますが、まあ、ここはちょっとね、今後の状況に応じては入れ替わりがあるかもしれません。はい。じゃあ続きまして、ウィング候補の選手たち見ていきましょう。ではこちらです。はい。ここは左が水沼選手の23ライトニングエッジ。真ん中が樋口裕太選手の23トップアシスト。 右が、えー、藤井智也選手の23ライトニングエッジとなってます。はい。ということで、ここでね、まあ右のフラスルタイプの選手たち、もしくはクロスタータイプの選手たちなんですけど、まあここはね、まあスキル的にはまあ樋口選手がちょっと抜けてるかなと思うんですけど、まあ水沼選手とね、まあ藤井智也選手も悪くないんで、まあここはまあ交代役とか避けるんだったら交代込みで考えてもいいし、まあ交代しないんだったらまあ樋口選手1本とかで、 まあ、行けばいいんじゃないかなっていう感じですよね。うん。まあ、ここは候補選手がいっぱいいるんでね。まあ、悩む材料は特にないかなっていう感じですね。まあ、誰かしら使っていきたいところです。はい。じゃあ、ウィングもう一ページじゃあ見ていきましょう。では、こちらです。はい。これは左が家永選手の 23FP ですね。フォーカスドプレイヤー。真ん中が武藤義則選手の 23FP。で、右が、えー、関根選手の、えー、23ライトニングエッジですね。はい。 ということで、まあ、ここもね、まあ、家永選手以外はね、クロスサーフラスルタイプなんですけど、まあ、武藤選手もね、あの候補に入っていくんですが、育成がまだ進んでないので、どうかなというところですね。うん。まあ、逆にあんだけ、まあ、フラスル系の選手に自信があるような選手がね、揃ってるんだったら、まあ、今後カットイン系のカードとか出てきた時にね、狙っていっても面白いかなとは思うんですけどね。うん。で、関根選手はも左のフラスル系とかで使えるので、まあ、これは今後ね、可能性ありますね。まあ、今、レギュラーでも68ぐらいだし、 まあ、チャレマ周回もできるので、もし左とかでね、まあ、フラスル系使うんだったら、ちょっとまあ、そういったところを狙ってみても面白いかなとは思います。で、イエナ選手はね、まあ、右のカットイン系の選手として、まあ、ウィングでね、まあ、使えそうなので、まあ、これはね、頑張って使っていきたいですね。まあ、よく言えばスキル強化とか、まあ、もう一押しぐらい欲しいですけどね。うん。ってな感じかなとは思います。はい。じゃあ、最後 CF 候補見ていきましょう。では、こちらです。 はいここは左から大迫勇也選手の23年5月度月間 MVP。真ん中が、えー、川崎フロンターレ小林優選手のアイコニックプレイヤー23ですね。で右が、えー、佐藤久人選手のタイムスリップ、まあ、TSS ですね。これの21ですね。はいとなっておりますが、まあ、ここはね、まあそうですね、まあ佐藤久人選手の TSS もだいぶ古くなってきているので、ちょっと能力値がね。 ここの中では意外とね、もうダメになってきてるね。うん。って考えると、まあ、左の2人、左からの2人がいいんですけど、まあ、大迫選手の方がやっぱちょっと上かなっていうね。まあ、でも、小林選手もね、キラーだし悪くないと思うんで、まあ、頭でどっちか行って、交代でどっちか行ってみたいな感じで、ここはまあ、使い分けができるような、うん、感じかなと思いますね。はい。 ということで、えー、ご覧の選手たちね、揃ってますので、えー、ここまでね、見ていきましたので、<laughs> なんて言おうとしな <laughs>、はいゃいけないわ。はい。まあ、とりあえず、あのね、褒め入りに入りそうな選手をね、見てきましたが、まあ、この選手たちを使ってね、まあ、しっかりと、えー、ここからね、診断をやっていきたいんですが、じゃあ早速ね、もう診断結果見ていきましょうか。では、こちらです。 はい。ということでご覧の通りとなりまして、まずゴールキーパーがランゲラック選手ね。はい。センターバック佐々木選手、塩谷選手のコンビ。で、サイド,、えー、サイドバックが左坂井裕樹選手、右が岩田選手。で、えー、ボランチが宮沢選手、高峰選手の2人。で、えー、トップ下に中田選手の TS。で、ウィングに左関根選手、右樋口選手で、真ん中は大迫選手というね、組み合わせになってます。 で、キッカーは、ま、PK は大迫選手に決め,、えー、決めさせま、えー、蹴らせましょう。で、コーナーキックは、ま、樋口選手かな。うん。まあ、ここは、ま、あ関根選手でもいいですけどね。まあ、どちらでもいいと思います。まあ、樋口選手の方がいいかな。で、フリーキックは、ま、あね、これ大迫選手に蹴らす手段もあるんですけど、例えばこれ大迫選手がめちゃくちゃ仕上がった時は、大迫選手に僕は蹴らしていいと思います。じゃない場合は、ま、あ中田選手でもいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、ここはちょっとね、 うん、ま、いろいろ選択があるかなと思うんですけどね。めちゃくちゃ大迫選手が打ったらほぼ入るぐらいだったら、まあ、大迫選手にも任せていいかなっていう感じですね。うん。まあ、例えばスキル強化とかついてきたらね、仕上がり良ければそういった選択もありかなと思っておいてください。で、交代枠ですが、小林優選手をこれ CF 大迫選手と変えるときに、まあ、65から70ぐらいでしょうね。うん、まあ、スタミナ切れて,切れてきたときに変えるぐらいの感じかなと思います。で、水沼選手を、 これ、関根選手と交代ね。ま、反的ではありますけど、ま、60分ぐらいでいいんじゃないかな。ま、よ、ま、でも育成具合からしたら45でもいいと思います。で、藤井選手は右ね。ま、これ45分にしましたが、ま、これも60分でもいいかな。様子見ながらって感じですね。早すぎると思ったら60でもいいと思います。で、あと、ここもね、ちょっと今回は指定しませんでしたけど、あと変えたいところは、ま、ボランチだったりとか、サイドバック。ま、特に右かな。ま、ボランチはどっちでも、ま、変えた、変えたいっていうか、変えれたら変えたいかなっていう感じですけど、 ってなった時に、まあ、45分ぐらいで帰れる選手がいれば、まあ、帰っていきたいかなという感じですね。うん。というところの、はい、診断結果となります。はい、ということでね、まあ、この褒めを組んだ時に、まあ、やっぱりね、ボランチと、まあ、両サイドバック、なんならセンターバックのちょっと塩谷選手も古くなってるんでちょっと怖いんですが、守備の安定感っていうのはおそらくね、前半は大丈夫だと思うんですよね。 後半ちょっと息切れしそうだなというのがあったので、できればこの後ろに結構交代を割いて、硬さ出しつつ、大迫選手の得点とかで勝ちたいなみたいなところまで、組み込めると、アマテラスサイの成績も結構安定してくるんじゃないかなというのが、まあ、今回ね、診断した時に思った感想かなというところですね。はい。ということで、じゃあ今後のアドバイスやっていきたいんですが、まず守備陣についてね、アドバイスしていこうと思いますが、 ここはですね、まあゴールキーパーはね、まあ今後ランゲラク選手を更新を視野に入れながら、まあセンス付けとかね、まあもしするタイミングがあれば、まあやっていけば、まあ特に問題はないかなと思いますね。うん。であとはまあやっぱディフェンダー陣がね、これポジション的に融通が効く選手多いので、センターバックでもサイドバックでも補強できれば、まあうまく組み替えるタイミングっていうのはね、来るんかなと思います。 で、今回のまあテーマでもある優先的なポジションというところに関しては、やっぱり真ん中系をまあ優先すべきかなとは思います。センターバックとかボランチとか。まあこういうところはやっぱり試合の軸になってくるんでね、守備のね。ということで、まあできればまあこういったところをより硬い選手使っていきたいと。例えばただ、佐々木翔選手に関しても、塩谷選手とかに関しても、 まあ、ここに、まあ、センターバックで同等ぐらいの選手が入ってくるんだったら流していいかなっていう感じがするんでね、右左にね。まあ、そうなった時はまたちょっと布陣が変わったりとかすると思うんで、まあ、今シーズン中にね、そういった、なんていうかな、そういった選手の加入とかがあれば、まあ、そこは今後探っていっても面白いし、まあ、さっき言った通り、やっぱりボランチとか、 まあ特にね、サイドバックとか、まあ、こういったところの守備のちょっと手薄さというのは、どうしても上の方に比べたら目立つところがあるので、まあ、ここはうまくやっぱ交代枠とかを使いながらごまかしていく感じで、まあ、とまあ立,ちね、立ち回っていきたいなと。まあ、そうしたときにやっぱ失点とかも減ると思うしね、まあ、そういったところにうまく、まあね、あの交代枠回そうと思えば、まあ、さっき言った通りね、ボランチとかに、まあ、せめて高峰選手ぐらいの、うん、動きができそうな仕上がりの選手が欲しいなというところですね。 ま、センターバックにしてもそうですね。センターバックでも入ったら右に塩谷選手流したりとかできるんで、まあ、こういうところをうまくどうにかね、まあ、守備の、まずの全体的な硬さとしてね、まあ、増していくことができれば、まあ、ここがやっぱり課題だと思うんで、ここをしっかりとどうにかできれば、今シーズン、まあ、有意義に戦えるんじゃないかなと思います。はい。じゃ続きまして、攻撃陣のアドバイスなんですが、まあ、ここもね、まあ、とりあえず軸はね、まあ、月間大迫選手になりそうなので、ここの、ま、スキル強化とか、 まあもう大迫選手ね、結構同兵二つついてて面白いね、仕上がりしてるので、まあもう一個ぐらいね、まあなんか欲しいですね。シュートスキル強化がまあ一番手っ取り早いかなと思うんですけど、まあそれかもソックスガンが入れるからね。にして、とりあえずまあ不動のエースとして、まあどうにか作り上げていけたらね、まあ上の方の人たちのゴールキーパーとも戦えると思うんでね、まあそういうところがやっぱり、まあ一番大事といえばやっぱ点を取ることなんでね、上の方はね、そこがまあ一番の、 まあ大事な、今シーズンまあ戦っていく上での大事なまあ補強点にはなるか、補強点というか、まあ、センスのね、まあ上積みとかキラとか、こういうところをまあ狙っていく大事なポイントかなとは思います。 まあただですね、今シーズンにもいいストライカーが出てくる可能性があるし、まあこの大迫選手以外にもね、例えば素材とかがあって、まあいいカードが出てそれを取る機会とかがあれば入れ替わる可能性とかもあるんでね、もしそういった選手がいるんだったらそこもね、視野に入れながら、まあ立ち回っていくというね、今シーズンになるのかなとは思いますね。まあこれはもう正直、その、どれぐらいのところまで引けるかとかにもよりますけど、まあ TSS のね、当然 CF の選手とかも候補に入,、ね、入ってきてもいいと思うし、まあ思い切って大迫選手仕上げるぐらいならっていうね、まあここからちょっとやっぱりもうちょっとかかる可能性もあるので、 まあね、TSS 狙う機会があったら、まあ全然狙っていっていいと思うし、うん。まあそういうところがあればね、まあよりなんていうかな、まあ底を上げできる可能性があるんでね。まあこれはもうウィング等含めてですけど、まあのの TS とかもね、まあその他のまあ限定とか、そういったところも全部視野広げて、まあとりあえず狙っていきたいかなというところですね。得点力上げていきたいと思えばね。うん。 で、あとは、まあ、ウィングに関しては、もう右はね、もう、重くないかなと思います。まあ、カットイン系の選手といったら、家長選手いるし、まあ、なんならね、あの、フラスル、まあ、クロスター系の選手なんていっぱいいい選手持ってるので、まあ、あとは、まあ、左がね、ちょっと不足してるので、まあ、ここを一旦、関根選手でおね、補っていくか、もしくは、まあ、新、ね、カードをまあ補強していくかというのは、いろんなね、まあ、ここも選択が生まれるんですけど、 まあ関根選手の育成関係は別に悪くはないんでね、まあここをどう見るかっていうとこ一つ大事だと思うので、まあレギュラーとかね68ぐらいだったと思うんで拾う機会があったらフュージョンしていって、まあセンス厳選もしながらね、まあげ、えー、限界突破もしていきたいだろうし、まあ、もしくはチャレマ周回でね、裏を回って、まキラ狙いに行って、まあある程度そういうのがうまくいけば、まあ育成するとかでもいいと思うしね。 ま,あまずは、レベル上げるというよりは、どっちかというと素材とかをまあ探し回って、センスからちょっと埋めていったりとか、キラとか埋めていったりとかするのがまあ一番おすすめだと思うんですけどね。はい。 まあただですね、まあアマテラス祭とかにもどうしてもまあ6月の後半とかあるし、まあ育成に結構余裕があるんだったらまあレベルマックスとかにしてしまってもね、まあ悪くはないと思うんでね。うん。まあこういうところの補強というのはやっぱり余裕がどれぐらいあるかによるんでね。まあそういうところも立ち回りながら考えてもいいしということで。まあここはちょっとユーザーの方のセンスが問われるところなんでね。うん。まあここはいろいろ選択あると思うんで、ぜひ考えてほしいなと思います。で、あとはまあそうですね、さっき言った通りまあ視野をね広く広げていけば、まあいろいろやっぱりフォーカス系とかもそうですし、 まあ、それこそね、黄色限定でも、まあ、チャンスはいっぱいあると思うんで、まあ、そこでお気に入り券とかね、使ってチャンス狙っていくとか、まあ、もしくはちょっと課金してるんだったら、まあ、課金のタイミングとかをしっかりと見定めて、まあ、補強を狙いに行くとか、まあ、もうすぐ終年とかもありますしね、そういうところで勝負かけい行くとか、まあ、いろんな年末年始とかをね、含めて、まあ、いろんなタイミングあると思うんで、まあ、ここをフルに活かしながらね、全体的な底上げっていうのを図っていければ、まあ、いいチームはね、おのずできてくると思うので、ここからが、まあ、頑張りとこうかなと思います。 はい。ということで、今回はね、第49回の GK クリニックは以上となります。まあ、ポジションね、結構いろんな選手ができる、いろんなところができる選手というのを使ってる人からすると、まあ結構やっぱ悩みやすいんだけどね、むしろあれはメリット点が大きいんでね、まあいろんなポジションやっぱできるっていうのは J クラにとって大きなことでもあるし、まあ当然ね、まあ守備寄りの選手とかだと能力値とかの優遇もね、受けれる可能性がポジションによってはあったりするんでね、まあそういうところで使っていくとか、ってなった時に、うん。 まあ、じゃあ、どういった選手を補強しないといけないかとかね。まあ、その、例えば、その選手を、じゃあ、右とかね、サイドバックで使いたいんだったら、それと同等のセンターバック用意しないといけないとか。まあ、その優先的に使うんだったら、やっぱりね、より硬さが一番出るところ。まあ、例えば、ウイング、ね、サイドバックとかで使いたくても、やっぱセンターバックで使うべきタイミングとか、まあ、もしくはボランチで使うべきタイミングとかっていうのは、やっぱりあるんでね。 まあそこはいろいろ試しながらね、まあ、チームバランスとかもあるので、まあ、最終的にはそういったところはもう試さないとなんとも言えないんですけど、まあ、どこでね、しっかり使っていくかというのはね、まあ、しっかりと考えた上で、ぜ、ま、ひ、あ、運用していただけるといいんじゃないかなと思いますね。はい。で、あとはまあポジション的に全体的な補強がしたいんだったら、やっぱフォーカストプレイヤーとかがね、まあ、特にリーグ面おすすめなので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、今年もまあ2段、3段、4段とまた続いていくと思うんでね、チャンスあると思えばぜひね、狙ってみてください。ということで、じゃあ今回のクリニックは以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここで失礼します。バイバイ。